ツイッター行きますか。はい、行きましょう。トワイライト水風よいしょ。あ、綺麗ですね。わあ、綺麗だ。わあ、めっちゃパンダ目からビーム出してますね。ねえ、ほんと綺麗。愛の風さん、大阪旅行で撮影されたそうです。へえ、ありがとうございます。これ、ひっかさん、僕は怖くないよ。一言どうぞ。なんやこれ、なんやこれ。本物ではない。なんかのイベントですかね、これ。そうなんだ。開かない、閉まらない。新しい、なにこれ。ね、どこにあるのか気になりますね。ね、ほんとですね。じゃあそんなボタン作るなというコメントが。合成施設いろいろあります。ちょっと回答の方もお願いします。おお、来た。我孫子駅発車メロディー。以外はみんな多分、あ、この話かと思うんだけど、ここの地元のあたりで、あの例の白鳥が増えすぎたっていうロケ、この辺なんですよ。白鳥が増えすぎた。白鳥がいっぱい増えたってね、ワイドショーでいっぱい取り上げたけど、白鳥がいっぱい出ちゃって困っちゃってるっていうのはこの辺なんですよ。素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。反応に行かない急行と。お、急行小手差し行き、時々あるんですよね、列車小手差し行きって。西武線だと、ね、てっちゃんさん、ありがとうございます。そう、マサルさん、マサルさん、マジドンピシャ。手が沼、手が沼ね。すごい、私ですと。すごい、てっちゃんさん、いつもこれコメント準備して待っててくださるんですよね。お、来たよ、うん、ありがとう。平日1日1本しかないと。17時25分ですと。ありがとうございます。ありがとうございます。軽交通さん、今度次その次っていう左端のところに注目してますね。このね、この今度とか次とかっていう表現も各社違うんですよね。これ西武はこうやって今度、うん、次その次っていうけどね、阪急とか違いますもんね、こういう表現がね。面白いですよね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、水ゼリー。水島さん、足めっちゃ映ってますけど大丈夫ですか。ご自宅でゆっくり、うん、まだラムネ味飲みきれてないと。そうそうそう、秋はの夏になると出る飲み物ですね。20ジュール、帰り駅の自販機で買えるかも。それ自発とかね。そうですね、もう季節でしょこれ。あ、夏になったって思いますね。ね、そうだよね、夏だね。はい、背景。あ、ケンさん、懐かしの秩父鉄道線形ということで。酒井さん、そうだね、自治発明。そうっすね。水ゼリー大きいの出たというコメント。大きいのもあるの、うん、はい、三峰口行き、すごいね。水ゼリーブーム、また今年も来てますね。本当ですね。ケンさん、ありがとうございます。よいしょ。あやんように。あ、なるほど、あやんに見てほしかったんだ。来た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 。前あやんが動画撮ったこれ、千綿駅だそうなんですよ。お、あ、千綿、うん、元松さんがお母さんに撮ってもらったと。わ、うん、でこっちはあやんに見てもらいたいワイパーですね、確か。来た。
なんか先週、先々週ちょっと見たような気もしませんか、阪急の。確かに。そうか。あやよ、すごい。これ台湾ですね。あやよの献上品が多すぎる。献上品。アイアンワイパー投稿。一般人さん遊びで作りました。またワイパーだったらどうしよう。あ、ワイパーの形も。あ、すごーい。あ、新鶴見。5月16日。いいですね。すごいおしゃれ。おしゃれ。あ、すごい。初めての訪問と。いやー、いい、いい顔。いや、いい顔。ここ私学生時代住んでた町ですよ。いいね、羨ましい。ああいいね。いいね。2067。あそこ私が3日で辞めたスポーツジム。辞めてないけど続かなかった。JR 系のスポーツジム入ってて。で貨物のタオル持ってたら、僕 JR 貨物ですよってお兄さんに声かけられて、通えば仲良くなれたんですけどね、続かなかった。いや、いい話だな。あ、これ久々に N ゲージしたよと。これ普通の N ゲージだ、よかった。お、普通の。あら、釜がみんな違うじゃない。やめるの早すぎだろと、タッチタッチで買い。いや、会費は払い続けました。行かなくなっただけで。なんか白くなってるし、このトーマス。え、今は行ってないんですか。行ってません、通ってない。あ、違うんだ、うん、違うとこだよね。3時間で再生5000回。あららら。2階建て。あれま、あべま。先輩から怒られてますよ、本当ですよ。みんなで説明しておくと、タッチーさんは大学の先輩、バイトの先輩。あら、部室は隣でした。あれ、あべま。お、おまわりさん、これ大丈夫なの、こういうの映して。てっちゃんさん、またまた私ですとコメントくれました。おー、もはやもうタイガーロープは神だね。これ超えなきゃいいんだもんね、何やってもね。そんなこと言っちゃえば。皆さんに聞きたいんだけど、こういう時って警察と駅員ってどっちが権利が高いんですか。こういう時ってダメっていう時はどっちで、駅の人ですか。こういう時ってどうなんでしょうね。え、最後撃っちゃえばじゃん。撃っちゃえばいいじゃん。あ、なんで、ね、あ、いやいや、あの漫画なんだっけ、逮捕するパン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 、誰だっけ、みんな出ないよね。追いかけるみんな出ないよね。ほうき持ってよ。昔のあれですね。違うのね、やっぱ駅員のね、警察でしょ。あ、そうなの、坂井さん。そうなの。へえ。そうだね。あ、バカボンね。そう、バカボンね。天才バカボンね。バカボンの中か。あ、出た。これもう走ってないんでしょ、今。最終日ですね、これ。バイバイ。ケイトさん、元駅員。JR の管轄なので、今なんて言われてるとか、いろいろありますね。判断は多分ね、JR の東日本の管轄だからね。
とうございます。ありがとうございます。素敵です。あ、これ藤沢さん、暗闇のトーマス、原鉄道模型博物館だそうです。おすごい、うん、すごい。これが本物、本物って言ったら怒られるけど、皆さん、あの原鉄道模型会館はぜひ行った方がいい、面白いと思います。でもね、ここ行くと3つぐらい、3、4つ鉄道好きみんなも行けるから、京急のミュージアムとか、あとあの高島線とかね、あのみんなね、あの鉄道の面白い話題がいっぱい現場があるから、ぜひぜひ行ってみてくださいね。面白いですよね。ありがとうございます。あ、そうさん、いろいろ写真撮ってらっしゃいますね。実際の機関車のトーマスの撮影に使われたそうです。あれもあるよ、地下鉄博物館と横浜地下市営地下鉄のね、博物館とかあるしね。4、5発みんな売れちゃうよ。ドナダク、ありがとうございます。素敵です。東ロコさんの寿司屋まで、おお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 お、これ豊新塾さんかな。残業して帰宅だそうで。いい絵ですね。これもちょっとシュールですね。うん。ねえ、日常のなんかね、わかりますね。いいっすね。ありがとうございます。素敵です。ありがとうございます。さあ、新庄さん、新幹線建設で作り直した鉄道関係者の駅名だそうです。わあ。なんかいろんな駅を作ってる。でも、愛が支え入れたんだ。三重さんのところが三重線競馬場前になってるんですよ、駅名が。おお、すごい。すごい。これがあれ？これがなんだっけ？あのしげちゃんやってるあれ？馬。俺やってないけど分かってる。馬やってるの？面白い。あ、やってるのね。これは。これ何のこうやってくれるんですね、うん、これ何ゲーなんですか。これってシミュレーション系に行くんじゃないかなって思っちゃうけど、すごい競馬場があるね、あるね。まあ、でも一番上が三宅駅っていうのが私はちょっと気になって。あ、本当だ。何回でもこれ言っちゃう。鉄道チャンネルで三宅さんの番組みんな見た方がいいです、マジで。大食いチャンピオンがひたすら駅弁食べるいい番組です。そうそう、面白い。 それなんかハッチいつもプッシュする、いいよね。そう、面白いでしょ、うん、弁当の解説ほぼなくてただ食べるみたいな、うん、皆さん、あのハッチがこれだけプッシュするようなスカパーの番組いっぱいありますから、ぜひね、ぜひ無料会とかあるんで、無料の日とかあるんで、月1あるかな、うん、月1ね、あるんで、ぜひね、ご覧ください。なんだっけ、鉄道ひたりとかとか、はい、ね、ありますんでね、ぜひぜひご覧ください。これ映画社なんだ。おおおお、あ、なるほど。写真所さん、ありがとうございます。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 ケイハンさん、ハガレンとのコラボしてたんですね。あ、うん、本当だ。なんか剥がれ懐かしいですね。懐かしいですね、本当ね。今、しげちゃんが結構しみじみと見てますね。え、だってこれって完結したよね。うん、あ、すごい、この写真、うん、ね。そして最後は一気に6枚。すごい。はいはいはい。これすごいですよね。そろっと。それ大丈夫なやつ。なんで分かるんだろう、みんな。大丈夫なやつ。なんで分かる。大丈夫ですね。大丈夫です。大丈夫です。ながら丸方式が、これ方式に名前決まってるんです。ほう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 。そしてまた、アイアン用途。アイアン用途ですね。ワイパー停止&起動。
あ、ヒロティさんこんばんは。ちょっと遅れて来られたそうです。こんばんは。ヒロティさんこんばんは。パコ、いいワイパーですね。ね、ね、いいね、はい、かわいいです。いいワイパーっていうコメント来ました。いいワイパー、なんか携帯の、うん、あの画面拭くやつとかで、うん、ワイパー型出ないかなと思って探してました。ワイパー愛が強すぎる。あやん、俺正直、はい、もう多分テレビ局みんな動いてると思うけど、撮り鉄、乗り鉄、駅弁鉄に次いで、はい、もうワイパー鉄多分出るよ。本当ですか？もう出ちゃう。もう間違いなく、もう誰かにちょっと取られないようにもっと追求しますね。もう間違いなくテレビ局みんなもうワイパー鉄行ってるもん。シェルンさんから質問が来てます。はい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 、はい、です。スマホケースにここになんかこう電車のバッチでここにワイパーがついてるみたいな、この窓でっていうスマホケースが欲しくて、どうやったら作れるんだろうと思って見てました。誰か作ってくれるかな。いや、あや、あや、それ自分で作れよ。作ってみたらね。え、ねえ、あやん作れるよ。今見てくださってる誰かが作ってくれるかもしれないです。あやんがライブやったらサイリウムじゃなくてみんなワイパー持参するとか。楽しいですね、それ。皆様、そろそろあやんがクラウドファンディングで作っちゃいますから、どうぞちょっとご覧ください。やる、うん、ちなみにシェルンさんがアヤンワイパーな早いのとゆっくりどっちが好きですかという質問も来てますね。あ、私は、まあ、でも早いのも好きだし、なんかこう切り替えられたらいいですよね。速度を変えられる車みたいな感じですかね。あ、こういうのも好きなんでしょ。ここだったずっ、ここなんか ちょっと調子悪そうなずずず。あ、そうです、そうです。調子悪いのめっちゃ可愛いですよね。めっちゃ可愛い。あの2つあって、うん、なんか違う動きをしてると可愛いなと思って見ちゃいます。ちょっとガチで言います。JR 西日本コミュニケーションズぐらいの、あの航空会社の方、ちょっと今一番いい、本当にコミュニケーションできるクリエイターいますんで、ぜひこの辺ちょっとコラボレーションしてもらって、ぜひワイパーで新しい世界を作っていただければと思います。ぜひ、ね、よろしくお願いします。でこっち斉藤さん、東武線ありがとうございます。ありがとうございます。南栗橋と、ありがとうございます。小田さん、次回の作品は上野発貨物線殺人ツアーを送りと。おー、ございます。なんでえ、これ何も言えない。あららら、あ、これですね。あ、あれ、これ俺近いよ。これ亀戸やろ、これ。これいい家ですね、これ。どっち行くんだろう。ヘッドランプがついてるから東京レールセンターでしょうね。いい家ですね。よく撮りましたね、これね。京王道路の直下ですよね、これね。多分ね。国道14号の。だから左側に亀戸駅。ね、綺麗です。素敵です。斉藤さん、いろいろありがとうございます。ありがとうございます。小田さん、また小説作ってらっしゃるということで、ありがとうございます。ありがとうございます。おっと、花火さんや。来たぞ、おい。来たぞ、おい。アイアンはいいけど。これは、はいいと思う。静岡の東映電子。右側の方は分からない。いいですね。あ、あれですね。東京と静岡と、うん、あの事務所さんを提携していて、うん、静岡でも番組に出たりとかちょこちょこしてるので、そこ、うん、にお世話になってるエージェントさん。あ、なるほど、いいですね。を特集されてます。めちゃめちゃ綺麗、すごい、みんな喜んでる、ね、めちゃめちゃ綺麗。で次、あ、これは藤沢さんのやつですね。お、さっきの続きですかね、これも。10連やん、あいつ10連じゃん。すごい、うわー、すごい。
ビルとベン。あ、なるほど。いい絵だこれ。あ、短期だ、短期だ。お、三浦さん、ね、こんばんはとコメントありがとうございます。マサルさんも来られてる。こんばんは、こんばんは。待って、トーマス出るとヒッカさんと知り合いかなってコメントが来てるんだ。ちょっとでも、あれだよね、3枚目の画像で、これみんな見て想像する。これなんとなく、あの、DE15、D 点かな、D 点の相模原によく常駐すると同じで、下にこうカバーがあるタイプね。似てるよね。こんな感じもあるんですね。石澤さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい。あら、ハロルドとイワナボルダーと。あらあらあら、本物が。イワナボルダーっているんだ。おお、ちょっともうあれじゃん、ゴードンに似てるから乗せました。うん、もうあれじゃん、もう5万系じゃん、と小田急のデザインが。左左左。あ、こっち。うん、小田急5番系。ほら。うん。ねえ、すごいね。上手。馬のボルダー。高橋さん。次です。警備船乗ってますね、高橋さんは。本人のシルエットが微妙に。701系好きさん、ご飯なので抜けるねと。高橋さん、動画ありがとうございます。ごめん、これなんですか。警備船。警備船です。これね、みんな今もう上行っていいんですけど、これ後で見てくださいね。これね、面白いのはこれ登ってるんですよ、ずっと。多分想像ですけど、ずっと登ってて、ディーゼル機関がブワーッと回るんだけど、さっき面白かったのは、最後のトンネル抜けた後にディーゼル機関がピタッと終わるんですよ。ってことは、あそこから峠を越えて下りになるんですよ、多分。それを多分ね、この人は多分こっから下るのよ。こっからノッチオフなんだ、多分。すみません、ありがとうございました。高橋さん、別にそれを見せたいわけじゃないですよ、コメントの限り。わかりました、はい、すみません。すみません、ありがとうございました。そして、大鳥さんが淡路屋引っ張りだこシリーズ。はい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 、はい、すごい。あら、鮮やか鮮やか。あら、お父さん。うんうんうん、ゴジラ。てか待って、6月17日が賞味期限、全部消費期限か。ってこと、同じ日に買っとる。あら、綺麗綺麗、かわいい。うん、かわいい。なんか毎年いろんなデザイン出るから楽しみですよね。コレクション性がありますね、この入れ物も。そう、でも悩むんです、買うときに。あの、これを、このなんか禁断の扉を開けてしまったら、家がこの壺だらけになりそうで。毎年だってこの4つとか買ってったら10年で40とかですもんね。そうなんですよね。え、なんかスタジオみたいな感じにして後ろに並べようかなとかだったらいいんですけど。あや、ぶっちゃけ毎回買ってんの、これ、このシリーズ全部、まあ、ほぼほぼ買ってんの。いやー、そこの禁断の扉を開けてないんですよね。なんかどうしようってなっちゃうんで。1個買って、うん、食べたい時買って、うん、それはまたなんか家でご飯作る時に、うん、タコ飯したりする時にその再現飯でちょっとこの器を買ったりはしますけど、ね、親とかにも何個あるんって言われると処分したりしてます。だって、関西のアーヤンがそれぐらい親からもうやめとけって言われるぐらい
出るんだもんね、こうやってバリエーションがね。峠の釜飯とやっぱりこのね、うん、引っ張りだこ飯の壺って悩みますよね。悩みどころね。はい。いやでも美味しそうやね、マジね。美味しそう。え、皆さん逆に集めてる方とかいらっしゃったらどうしてるのか教えてほしいですね。ね、うん、そうだね。なんかね、あの壺が400個これある家とかね。家にね、もうどう処分すればいいだろうみたいなね。すごいね、すごいね。お家さん、また写真ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ハナピーさん、先頭落ちですが川崎映画見に行くついでにゲリラ豪雨の時。わおわおわお。あ、いいですね。お、K 交通さん、今日落ちますねと。ありがとうございます。ドローナーズさん、タコ、あのさっきの弁当の入れ物、ペットの餌や水入れに使ってる。あ、なるほどね。あと箸置きっていう方もいましたね。あ、いいですね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 。東向こうさんは小銭貯めてます。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。ハナピーさん、写真ありがとうございます。いいな、うん、いいね。お、じゃあペットの餌入れにしよう。確かに。あ、いいね、うん。そして船橋さんはアビコ、さっき動画もありましたけど、食べてますね。これな。柴犬さん、鳥さん、ツイートする。一個ずつやってる。うんうんうん。早瀬さん、一個ずつやってるから、分かんない、その、うん、いつ出してくれてるか分かんないけど、うん、時間でやってるから。いやでもこの鶏肉の上にあのちくわを乗せるって相当食べれるよね。これやばいな。これ食いすぎやろ。だって待って、ケイシーさん、一回戻ってみてくださいって、はい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 っていうコメントが来てますね。ほう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 。裸の大将みどりさん、500円玉貯金は結構たまるな。あ、そうね。名前が分かれば、うん、はいはい、はい、あの車内チャイム、なにこれ、なにこれ、え、俺全然知らない。あやん、関西これ分かる？え、分かんないです。全然分かんないです。NTF さん、後で答えお願いします。これ3人わかんないよ。アーヤンもハッチも俺もわかんないよ。酒井さんが近鉄と、みんな近鉄特急。マジ？大和ヤギと。あ、聞いたことあるかも。マジマジ。しげちゃん、その点、もう一回、もう一回。もう最高やん。これ近鉄特急なの、これ、うん、めちゃめちゃいいやん、これ。ケンティンさん、ありがとうございます。すごい。名古屋駅、ドア閉まります。ドア閉めます。聞けるかな。あ、トエさん、トエさん、今日ちょっと流れる。トエ、投稿多めですね、トエさん。ありがとうございます。ありがとうございます。愛の風鉄さん、井の谷でキア撮影と、ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、愛の風さん、連投な感じですね。いちごミルク、うん、いいね。あ、これお寿司。ハッピー向こうさん、お寿司。お寿司。アーヤン寿司はうまかった。何アーヤン寿司って。アーヤン寿司何ですか。なんや、なんや、なんや。私も初めて聞きましたよ。地下鉄乗り放題。多分私がマグロ好きだからか、うん、震災橋のハッピーなお寿司屋。うわうわ、めちゃめちゃうまそうやな、これ。え、待って、ね、これで終わりな感じ。寿司で締めた、うん、待って、アーヤン、ね、アーヤン寿司が何かわからないままもやもやする、ねえ、ね、謎ですね、ね。アーヤンが握った寿司かって来てますが、握りたいです。寿司なわけで、でも多分握ったらそのまま自分で食べちゃいます。確かに。東福岡さん、
食べ放題3000円だったそうです。最高です。あ、斉藤さんもありがとうございます。ありがとうございます。早めに流行りのって連結面晴れ見た人強制。あ、今連結ブーム来てるんですかね。わあ、いいですね。皆さんもう 1000回ぐらいもうみんなでご存知だと思うんですけど、このもう一回戻るとこの JR 西のこういうヘッドライトをしげちゃん2回戻してもらっていいですか。ありがとうございます。これ JR 西日本グループのヘッドライトを当てるっていう習慣で皆さんもうね、ご存知だと思うけど珍しいですね。関西来たなと思うけど西日本はこうやって転落防止のためにヘッドライトをずっと当てるんですよ、どの列車も。ね、皆さんこう、ね、これ見るとやっぱりあ関西来たなって思いますよね、やっぱね。ね、東日本はこういうのないですもんね。なんか可愛いデザインが多いですよね、関西は。多いよね。多い多い。可愛いデザインもあるし、かっこいいよね。かっこいい。西は。あれ乗りたいです。黒潮パンダですか。パンダのやつ。あ、ね、かっこいいよね。かっこいいよね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ホワイトスリングさん、篠宮線今シーズン3度目の四季島だそうですか。迫力あるなんか。わお。飛び出てくる。わおわお。あ、篠宮線いいですね、景色が。いいですね。これおバスで違うんすか。綺麗です。でもね、綺麗ですね。すごい綺麗。ありがとうございます。素敵です。あ、都営さん、いろいろ投稿、今日もちょっと投稿多めですね。ありがとうございます。あ、いいっすね、いいっすね、最高っすね。ありがとうございます。厳選食堂、ありがとうございます。あんまり言えませんけど、10秒でした喋りますけど、しげちゃんだけ知ってる話で、俺今日相当形勢と揉めました。今日相当やりました。形勢とは相当やりました。あ、10秒経ちました。すいません、ありがとうございます。相当やりました、俺今日は相当やりました。いいです。高橋さん、お、いいですね、かっこいいですね。ちなみにあやん、あそこにワイパーのこう跡がこういう風に2枚あんだけど見える、これも綺麗ですよね。はい、窓にこう2枚こう、動いてるのが見たい。こういうなんかちょっとやっぱ昔ながらのお顔たちの車体のワイパーってなんかこう渋さがあっていいですよね。アヤンから見ればもうこれ117ってイケメンなの？イケメン、なんかダンディーな感じですよね。いいよな、確かに綺麗だな、顔立ちがいいよね。はい、舘ひろしさんとか、ああいう人みたいいますよね。今言ったら今俺明日書きますよ。アヤンがもう舘ひろ117系舘ひろし認定って言っていいですか。俺事務所通していいですか、それは。かっこいいなんて、ちょっとレジェンド感あるじゃないですか。わかりました、わかりました、わかりました。先に、どっち先にいいですか。JR 西に言っていいですか。それとも、舘ひろしの事務所に言った方がいいですか。先に。そっちでも。舘、わかりました。
わかりました、わかりました、ありがとうございます。どういうこと、何の話やねん。ハナピピーさん KO8000 系のヘッドマーク取ってきましたか。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。アジサイも取ってきたと。定番でいいですね。でも定番だけどこういう絵っていいですね。すごい、花ピーさん今回イベントじゃなくて普通の沿線撮影ですね。あ、いいですね、本当ですね。綺麗だな。ありがとうございます。ちょうどアジサイのヘッドマーク付きで。お、タッチーさん、潮風50周年ツアー、さっき山中さんも写真上げてましたね。12時間のツアーニアミスしてんじゃないですか2人。すげえな、本気で撮ってきてる。タッチーさん、花火さん、俺そこ、俺もそんな感じします。お、何これ、お、楽しそう。これタッチーさんの今のお友達ですかね。へえ、揃ってみんな撮ってるね、うん、何これ、あれですよね、案内の潮風の L マークついてますもんね、特急で。あ、すごい、あの四国のなんとかちゃんだ、さりげなく座席にいますね。え、誰ちゃん、あれ誰ちゃん、駅ちゃん、スマイル駅ちゃんでしたっけ確か名前。あ、歌か連絡って書いてありますってさっきのやつ、さすが山中さんに言われた、駅ちゃん。この絵もいいね、なんかね、あ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。レッチャくんか、名前、本当は失礼しました、いやいや、綺麗綺麗だね、綺麗だね、可愛いね。タッチーさん、本当は石川県に住んでるはずなのに、なんでこんな四国の投稿しか来ないんだ。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。うわっ、タッチー先輩、あ、これ前、半蔵門が言ったやつですよ、駅前の徳島ラーメンって。これか、これか、高松、これですか。高松で駅前夜ここしか空いてないって言ってて、駅前な、うん、駅前な、高松なのに徳島ラーメンの店しか空いてないらしい。うわ、めっちゃめっちゃうまそう。半蔵門がこの発言した直後に LINE でタッチ先輩から来ました。俺もあそこ知ってるぞ。最高、これこれ本当に多分これ徳島ラーメン、すげえ、麺を、ね、高松なのにうどん屋じゃないってね、ね、本当ですね。しかも行くと次替え玉無料券が毎回もらえるらしいです。ご本人も無限替え玉と。高松駅出てすぐ 右だよね多分のね。すごいな、これうまそう。タッチさん、ありがとうございます。素敵です。そして、あ、ヒロポンさん、今年のアジサイといつ見ても要塞のような発電所と。おおお、あ、いいですね、越前鉄道。うわー、綺麗、綺麗ですね。キーボとコメント、そしてタッチーさん、右ですねと、駅出て右のことですね。いやね、いやね。で、アジサイ、あ、いいですね。あ、いいですね、うわ、いいね、綺麗、永平寺。え、この辺も永平寺、さっきの。そうですね、永平寺ですね、はい、いいとこだな。福井もいいとこだな。いいな、ありがとうございます。素敵です、ありがとうございます。佐賀野さん、今週末の撮影と、うん、すごい、いろんなアジサイの色が、うん、ありますね、ありがとうございます。ありがとうございます。小田さん、あ、小田さん、なるほど、自分の好きな車両の番号のところに自転車止めちゃうって話ですね。103系の103に止めましたってことですね。あら、お好きなんですね、103系ね。下駄箱の番号とかそういうのありますよね、確かに。なるほど、なるほど、なるほどね、うん、小田さん、いいですね、小田さん、ちょっと。ハナピーさん、これを見た人はカーブの写真を撮れって、なんかハッシュタグついてる。小田急、ありがとうございます。これありがとうございます。ありがとうございます。写真城さん、ケンティースカイライナー、あ、ケンティ、半田さんも103好きと。ね、いいよね、平成、セクシー、本当セクシー、ありがとうございます。ありがとうございます。東京に、わお、本松さん、
農協牛乳飲んで帰宅、近鉄にも売ってたと、家のお内山牛乳、あ、これ定番なんですよ。これホームとかにも牛乳自販機で売ってて、絶対私も買っちゃいます。なんか今変な音した。本当マナー戻しよ、本当マジで。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、斉藤さん、今日ちょっと投稿ハードめですね、来てますね。ほう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 。四万十さん、あれ待って、多度津で断輪撮影、ちょっと待って、みんなニアミスしてませんか、四国で。ねえ、すごいですね、うん、大集合。オフ会とかもししてたら教えてくださいね。おう、いいね、うん、あ、いいですね。あ、トエさんも今日ちょっと投稿ハード1枚だね。あ、すごい。あら、1枚5枚を1個にまとめた。あーべーまー、マジか、お上手。あ、久しぶり。おー、GTO。 自分は高松、みんなで高松行こうぜみたいになってる。だね、高松行きてえな。こんぴらさんでね、俺ね、鶏の丸揚げ食いたい、俺一番美味しいの食いたいね。こう、あ、こうさん、よいしょ。待って待って、急性心筋梗塞で入院中、え、大丈夫ですか。あら、しかもで、お世話になってる病院のスタッフさんが神経線使ってますと。え、待って、大丈夫ですか、心筋梗塞って。ねえ、いやでもご自愛してください。いや俺もそうなっちゃうな、もういいっす。いやいいっすね。あれ、柴犬さんがツイッターのアカウント名教えてもらえたら検索できるかもしれません。投稿、うん、ができてないのかな、うん、ちょっとわかんない。あら、タッチーさん、一角から配信しましょう。それお店の名前ですね。そしてシェルンさんから、 SL30 連草加近くの公園と、半蔵門さん解説お願いしますと来ました。行ったの、あ、いいね。大宮工場48年。あ、柴犬さんのツイッターアカウント、柴犬かっこ鳥ですと。柴犬鳥か、しごろの110。これだろう、これシェルンさん、これどこ、これご地元、多分東武動物公園とかの近くかな、これ。あれ、草加って書いてなかった。草加、うん、あ、そうなんだ。すげえなー。ありがとうございます。最高です。花ピーさん、めっちゃアジサイ撮ってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。カラー別でいいですね。いいね。いいよね。行くから、なんかしゃべ鉄のなんかシールかなんか作って、みんなカメラに貼っといてくださいとかすればいいのかな。そうだよね、なんかそういうグッズ作ったら売れそうですよね、うん、でつけとけばなんかしゃべ鉄見てくださってるって分かっていいかも、うん、池田さん、少年の日の思い出。結構嫌。あ、そうか、つまり君はそんなやつだったんだなっていうダジャレが始まってる。車輪の下かなんかですね、これ、教科書の。そして山中さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、私知ってますよ、歌舞伎さん、今日ちょっとこっから始まること、さっき予習しました。ほら、パーツ2、パーツ2、歌舞伎さんいる？それがわからないんです、歌舞伎さん今日来てないと思います。コメント今のところいただけてないので。すごいですね、ここまで日派で取りまくったの13年とお気合入ったな、うん、弁当バトル始まった。ちなみに今横浜高速って景色何景色ですか。これとこのこういうバサッと切ったカットと上長屋左と何景色ですか。4景色。あ、これが全景色かな、多分ね。でも全部
撮ってるってこと。おお、すごいね。すごいね。斉藤さんいないんだよ。斉藤さん、あ、斉藤さんもちょっとなんか参戦してきてしまった。大滝さんまだやってるというこの投稿をいただいてしまった。五形式と花ピンさんから書いていただきました。五形か、すげえな。元松さん、シャベテツシール作るので素材ください。マジか。シェルドさんも5種類と。藤沢さんもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ガチャガチャ見つけて回した。え、何これ、これ何ですか。今あるガチャガチャってことですよね。すごいあっさりしてる。これ広作さん、正直ぶっちゃけ何これ何ヒッカキンさんに結構影響を受けてます。いや、ガチャガチャで撮ってきた。ガチャガチャですね。大丈夫ですね。わかりました。すいません。今日ヒッカキン出ました。あ、この後来るんじゃないかな、うん、怖いな。浜ネギさん、上田電鉄別所線。おあ、いいですね、ムードがある。フォトバイ和樹岡山。カモネギさん本名載ってますな。綺麗で、わあ綺麗ですね。すっごい綺麗。あ、綺麗。藍染め夫婦同窓人。いいカメラで撮ってますねこれ。ねえ。酒井さん、歌舞伎さんの横浜市連投のおかげで地下鉄の DVD 買っちゃいましたと。上手ですね。わあ、上田電鉄ありがとうございます。こういう写真集みたいなの、旅の写真集とかに出てきそうですよね。ありそうね。で、だってこれなんかさ、京都の伏見稲荷のあのこうあの伏見稲荷のこういう絵ってあるじゃないですか。こういう鳥ですね。鳥のね、こういう感じだもんね。かぶるよね。いいですね、素敵ですね。ありがとうございます。素敵です。アクションさん、プラの BA のロッコ号乗ったことありますかと。しかも3人には乗ったことありますかなのに、しげちゃんにはいいですよと。ありがとうございます。なんで、いや俺乗ったことない。これ綺麗。わあ、すごい綺麗。そうなんですよ。で、特にフラノビエってこれからのシーズンで、うん、絨毯みたいなカーペットみたいな景色見れたりしますからね。ラベンダーの。しかしあちこち行ってますね、ハクションさんも。ありがとうございます。素敵です。ありがとうございます。写真所さん、ありがとうございます。東映さん、東映さん、高橋さん、単語見てオタマジャクシいるかなっていう質問、ね、そして久保姉さん、いつも夕飯作る時間なんで見られませんというコメントをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。潮風。さっきみんながサンライズが到着した駅側から見てる絵ですね、高松のね。俺ちなみにこのギハイッパゴって乗ったことないんだけど、皆さんどうです？乗り心地いいんですか、このイッパゴって。あのキハの方の全然俺ないんだよな、これ。野中さん、ありがとうございます。ありがとうございます。斉藤さん、斉藤さん、ちょっと投稿続きますね。お、来たよ来たよ来たよ。あ、で岡内さん、水島通信だ。お、七夕列車走ってると結構早めに動き出すんですね。
すごい、この手作り感がすごい。こういうことやってるのね、すごいな。今年で6回目、七夕列車は。またやってますよという投稿もあります。なんかここにみんなのお願い事が吊るせたら面白いですね。いいですね。小池さんありがとうございます。ありがとうございます。そうか、そういう意味で言うと七夕か。もう七夕か。そして5213が富山駅で偶然並んだ3編成と愛の風愛の風と。ほう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 。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵です。あ、5213も連投が始まってますか、もしかして富山物語。マサルさん、お特急シナノ。ちなみにアーヤンはなんて願い事を書きたいのですかという質問が来ています。いい質問ですね。そうですね、はいはいはい、ワイパーって言って、じゃあ地上波のテレビに呼ばれるようになりたいですけど。やめとけそんな願い。マサルさんなるほどね、わかりました。そっか、ワイパーね。もうアーヤン今年はもう絶対駅伝食べ放題券をもらえたら幸せです。わかりました。あ、もう絶対ワイパーなんだな、もうそうなったら、はい、ワイパーか駅弁食べたい。わかりました、ワイパー駅弁。松松さん、はいはいはい、販売来て懐かしいパン屋さんがありましたと。ほうほうほう。ロバのパン、初めて知った。これどこ、これ近鉄名古屋と書いてある。近名古屋、こんなんあんの、すごい、初めて知りました。元松さん、俺もありがとうございます。初めて知った俺。大田さん、私の駅にも来てたと。あ、いろんなとこにじゃあ行く形なんですか。お、懐かしいとコメント、すごい。ビタミンパン、あ、岐阜にあるパン屋だそうです。俺もね、パンは分かんないんだよね。かみさんがやっぱパンがすげえ詳しいから、あそこ買ってこいって言われてくる。こういうのね、やっぱパン見ちゃうとやっぱ買いたい人はいるんだろうね。これパンつながり、これちゃうの、これ LCD 表示器。あ、なるほど、この表示器を見てってことだったんですね。マギさん、ありがとうございます。ありがとうございます。玉川スカイブリッジで撮影と。おおおお、そうそう、新しい橋とかできてるんですよね、今羽田の方に。これすごいところで撮ってます。綺麗ですね、これ本当に。東京も乗れる、これ流通センターの手前かな。あ、違うな、すごい天気がいいから、うん、めっちゃありますね。いいね、これ国際線ターミナル手前だ、すげえ。綺麗、絶景だね、めちゃめちゃ綺麗。4月に行ったそうです。ありがとうございます。おおおおおお、ありがとうございます。ありがとうございます。そんな君には湘南モノレールってコメント。さっきの天空橋から出たとこだった。ああ、そうなんだ。何番だこれ、何番だこれ、すごいな。
橋さんありがとうございます。ありがとうございます。今だから喋れると思うけど、あれ不思議だよね。南海線って南波の一番手前側に あるけど、南海線って遠くの方に特別車があるよね。あれ不思議だよね。なんかこう遠くまで歩いて特別車に行くっていう、なんか事情もある。その辺関西の方いたらね、教えてくださいね、ぜひ。山中さんも動画ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。酒井さん、アーヤンに見てほしいワイパー動画、一瞬なんかホラーかと思っちゃった。ありがとうございます。ちょっとなんかホラー映画っぽくないですか。これ画面その後真っ赤な血染めになりそうな感じ。待ってた。元松さん、そうなんだ。そうか、ごめん。なるほどね。ポンポン。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。確かにちょっとホラー感ありますね。そうね。ありがとうございます。ドローナーズさんがお分かりいただけただろうか、ワイパーが…やっぱりアーヤン求めた演出でね、はい、嬉しい。いいですね、いいですね。はい。お、しきしま、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ皆さんが投稿してくださると、あの、私が見たことないワイパーも見れるんで嬉しいです。ちょっと皆さん、あの、困りますよ。ワイパーばっかり投稿するのやめてくださいね、本当に。ある意味嬉しいんですけど、ワイパー投稿よろしくお願いします。そしてメイティズさんは、前から続いてた18切符のシリーズ投稿ですね。おおおおおお、特急津軽と、あら、綺麗。鬼顔みなほ、あ、来た、なんか食べてほしい。え、これ何、これ説明書いてありますね、投稿の方に。そう、きりたんぽ鍋。うわー、うまっそうやな、これ美味しそう。ちょっとみんなに聞くんだけど、こう、だいたいこう卵乗るときって卵はくず方、ラーメンとかって。切り抜き衆さん、初見ですとコメント。ありがとうございます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 。いや、綺麗ですよ。すっごいかっこいい。めちゃめちゃかっこいい。投稿ありがとうございます。ありがとうございます。僕らも。よいしょ。クラマさん、半蔵門がいなかったので最後、最後を見て感想くださいと。はい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 、ぜひぜひ。最後の、最後だよ、みんな。ちょっと長めだった。あれ、あ、終わっちゃった。おまけ、あ、おまけ、おまけのとこ。あー、いいっすね、いいっすね、いいっすね。これ日報線？これ多分。あー、絶対日報線だこれ。今決めた。あ、日報線だこれ。おお。なんということでしょうか、最後。素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいです。山中さん、いろいろトップナンバーの投稿ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。大田区の有名な撮影地で撮ったと。すごい、本物が来てしまった。なんか綺麗ですよ、綺麗ですね。ギラギラしてますね。ゆうじさん、ゆうじさんですっけ。ゆうじさん、俺これ当てていい。あ、大田区、大田区か。これ横浜じゃねえんだ。どこだこれ。いいと、あ、あれか。いや、でもいいとこですね。こう、みんな見て、この700系のこの輪郭がこう V 字で出ちゃうってとこがすごいんですよ。これをね、捉えるとこはすごい綺麗ですよ。この骨格をね、これもプロ顔負けですよ。すごいです。影が落ちる感じがいいですね。
ね、このかけらの部分ね、ここで、しかもこの、あのほっぺたの、そうそうそう、あの右の部分、右のほっぺた、ここにこう下線虫が出ちゃうっていうことね。すっきり。沼辺の近くですと。ね、あ、沼辺。なるほど。玉川線ですね、東急の。はいはいはい。ありがとう、ゆうじさん、ありがとうございます。綺麗です。素敵です。あ、斉藤さんもありがとうございます。あ、綺麗。本当綺麗。本当綺麗。あ、見てつ。おお。あ、一家さん。おおおおおおお。カナダさん。うん。小金。近鉄東湖。うん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 。名古屋と近鉄ですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、いいいいアイス。快速見え。あなたさん、ありがとうございます。お吉本の芸人、大物を2人に似てると、うん、誰万越再戦おう誰や、これちょっとわかんない。ありがとうございます。そうね、そうね、ケンさん、今日快速と、練馬のしんちゃん、中目黒で頭部取りましたと。しんちゃん映ってますよ、今しんちゃん縦型で映ってますよ。しんちゃん縦長えな、おい。しんちゃんさん、さっきコメントくれましたね。あ、そうなんだ。いらっしゃったらいいよ。縦長えな、こんなスマホあんの、本当に。わからん、この撮り方ってあんの。でも長みたいなのあるよ。長いよね、これって16対9超えてるじゃない。これ面白いよね。切り取ったのかもですね。あと大達さんが LINE 投稿を紹介されなかったっていうコメント来てるんですけど、はい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 、多分これ順番に行くからそのうち出てくるはずですね。出ますね、はいはいはい、面白いですね、皆さん。限りい青空、みんなこれ撮ってますね。4人目ぐらいじゃないですか。うん、わー綺麗ですね、これも綺麗ですね。いやー綺麗、これ何ミリ、これすごいな、この寄りが。ありがとうございます。ありがとうございます。素敵です。あ、ケンさん、いっぱい投稿ありがとうございます。ケンさんいいですね。ケンさん登場戦、登場戦、あ、はいはい。東部の発車メロディピアノで弾いてみた。おすごいですね。小田さん、小説書いたりピアノ弾いたりと。ちげちゃん、ごめん、もう一回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 、今のやつ、今のやつ、今の曲。皆さん知ってます？これね、多分なくなっちゃうんですよ、これ最後。ふみちゃんコメント、最近多忙で朝食グレープフルーツですと。あら、あら、ふみちゃん最近確かに動画くださってないですね。朝食グレープフルーツってでもおしゃれだな、なんか忙しいのに。一番もう名曲なんですよ。浅草の出発するときに東武特急って、あの曲なんですよ。あの曲がもう旅立ちの曲なんですよね、シェルさんね。お願いします。すいません、水島さん、潮風50周年、はい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 、みんな何なの、なんか今日潮風めちゃくちゃ撮ってる。そのうちなんか誰か映ってんじゃないですかね、この辺に。俺だみたいな。はいはいはい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でケイトさん、鉄道員に鉄箱になりきってみたと。コスプレ、あ、そういう貸し出しがあるってことですかね。え、もうなりきってんの今。楽しそう。あー、かっこいい。あ、なるほどね。あららら、すごいじゃない。楽しそう。もうホームの風景にしか見えないわ、うん、ね、そうだよね。め
ちゃめちゃかっこいいやん。すげえ。ピシピシピシ。かっこいいっす。ケンさんありがとうございます。ありがとうございます。素敵です。あ、現職さん体験乗車。またどう汽笛の意味わかりますかと。シェルさん、トーム出てるよ。シェルさん、トーム出てるよ。これ30年ですよ、多分。あ、30連だから機関車1個ずつ汽笛鳴らしてるってことですか。そうだね、3発ね。ATS をずっとつなげて30年で3人の機関士がいてゴーサインが出て、もともと普通の30年だとケツから出して次が出して次が出すんだけど、この30年ってどうやって運転してるんだろうね。そういうのも気になるね。それを気にすると見てみたいなって思って、東武の列車に乗ってみたいなって思うのね。多分俺ケツから押してないんじゃないかなと思ったけどね。みんな撮ってる人ですかね、沿線。すごい。あ、メディアがいっぱいんじゃない。あ、うちの鉄道チャンネルいますよ、スタッフ。あ、2人いました。鉄道チャンネル2人いました。今確認しました。嬉しいです。ありがとうございます。そう、来るんじゃねっていう覚悟だけど、もう一回言うけど、なんで東武って東武鉄道がもともと持ってた電気機関車を復活させないんだろうね。不思議だよね。動画ありがとうございます。ありがとうございます。素敵です。中良丸さん、素敵です。2時間かけて沼津川で撮ってきました。お、素晴らしいです。ランニング待ってる間にと。素敵です。そして、あ、現職さん30連ツアーと。あ、え、これ別の角度から、さっきのやつの別角度じゃないですか。ありがとうございます。でも愛を込めてギャグを言うけど、12系のディーゼル音がでかい。もうてっちゃんさん、2018年私が高校生の時に撮影。2018年私高校生だったってことですか、これ。てっちゃんさん、あ、なるほどね。ありがとうございます。で、あ、誰かに似てる。え、これがこれってこと。なるほど。
目が似てると。あーやん、ハッチー、ハンゾーもしげちゃん、どれが好きですかと。おうしかも若干手作り混じってるっていう。俺一番左。B6 ぐらい。あーやんは。じゃあ私ちょっと待ってくださいね。ミーカ2番目のケンジにしておきます。お、ちなみにしげちゃんはどれですか。僕トーマスですね、やっぱり。おお。おお。私はじゃあ右から2番目。あ、じゃあ同じケンジですね。新幹線ケンジさん、日本人。いやでも分かる、やっぱりなんていうの、蒸気機関車の世代じゃなくて本当にやっぱりああいう新幹線世代だもんね。うん、ゆういちさんは俺ゴードンとか、ゴードン顔でかいとか。そうね、そうね、うん、確かにガッチリしてる。俺なんかだってこっちの一番左の B6 世代だから、まあ、もう、まあ、正直言うとね、大正時代の人間だからやっぱこっち好きだよね。あ、ケンジじゃなくてヒロだった、間違えた、すっげえ適当に言ってた。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。トーマス怖いってなんか定着しちゃってるし。うん、なんか一昨日ぐらいに夢に出てきました。トーマスに追いかけられる夢見ました。それちょっと怖い。ヒッカさん、ヒッカさん、ヒッカさん、アーヤン困ってますよ、アーヤン困ってますよ、お願いしますよ。18の写真引き続きありがとうございます。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 あ、ゆうじさん、あ、一周だ。お、鳥さん泣くね。鳥さんなんかハッシュタグの付け方が違ってるのかな。うん、やっちゃった。お兄さんの声来てなくない。そんなことない、ひかさん大丈夫ですか。あれなこれまたひかさん半蔵門をこの間見たと。なんかみんなの期待に応えてくれてる。え、今日最後これ。放り込んでくるわ。またフラッシュバック、血が出そう。本当にあの目覚めた時に、あ、ひっかさんだと思って夢見ました。怖い。しゃべてつ気分、このあと驚愕の怖いって。今ちょっとなんかせっかくホラーだったのにしらけちゃった。怖いね。これで11万回再生。おー、すごいじゃないですか。すごい。ちなみに俺が昨日載せたスパゲッティの YouTube が600回数だから11万回数ってすごいよね。顔が光ってて。わお。なるほど、こういう流れ。はい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 、きれいきれいきれい。何か癖になると。今走ってます。今走ってます。走ってます。走ってます。今から通過します。ちょっと背景が布団ですけど。通過します。この家って感じがすごい。カナダの駅前をイメージしてるとこです。 CES しゃべ鉄15分ぐらい前にツイートしたのに出ないと。あら、このハッシュタグもしかしたら全角になって何か確認してもらった方がいいかもですね。半角の記号と全角の記号があるので。途中下車しました。ヒッカさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。しんちゃんもありがとうございます。ありがとうございます。